モエンジョダーロ遺跡インドの歴史では、インダス文明以来のインドの歴史について略述する。インダス文明詳細は、インダス文明を三照紀元前2600年頃より、インダス川流域に、インダス文明が栄えた。民族系統は、諸説あり、イリバトム・マハデバンが、紀元前3500年頃に、西アジアから移住してきたとのドラビダ人仮説を、 提唱したが、ワシントン大学のラジェス・ピエ・ヌ・ラオは、ドラビダ人仮説への有力な判例を示し、フィンランドの研究者アスコ・パルボラが支持し、研究は振り出しに戻っている。パンジャーブ地方のハラッパー、シンド地方のモエンジョ・ダーロなどの遺跡が知られるほか、沿岸部のロータルでは、造船が行われていた痕跡が見られ、メソポタミアと交流していた可能性がある。 焼きレンガを用いて、街路や用水路、浴場などを建造し、一定の都市計画に基づいて建設されていることを特徴としていたが、紀元前2000年頃から衰退へと向かった。この頃になると、各地域ごとに文化発展が見られ、アハールバナス文化、マールワー文化、ジョールウ文化などがその例として挙げられる。これらの文化が滅亡した要因として、 環境問題などが指摘されているが、インダス文字が未解読なこともあり、詳細ははっきりとしていない。インダス文明が、後世のインド文明に与えた影響として、木浴の習慣やリンガ信仰などが挙げられるほか、彼らの心臓が芝神の原型でありヨーガの源流になったと考えられてきていた。紀元前2500から1500年頃の彫像これは、1921年に、 モエンジョダーロとハラッパーの、そこから宗教学者エディアーでも、これを創造された最初期のヨ画ガ行者の表彰であるとした。近代に至るヨ画ガの歴史を研究したマーク・シングルトンは、この印象が後にヨ画ガと呼ばれたものであるかは、かなり疑わしいものであったが、古代のヨ画ガの起源として、たびたび引用されるようになった、と述べている。しかし、佐ダ・田ルジも指摘するように、 このような解釈は、あくまで推論の息を出ないものであるという。インダス文明には、文字らしきものはあっても解読には至っておらず、文字によって、文献的に証明することのできない、物言わぬ、考古学的な資料であり、すべては、推測以上に進むことはできない、と、サホダは述べている。また、インド学者のドリス・スリニバさんも、この印象に掘られた像を芝神とすることには、無理があり、 これを、ヨ画ガ行法の源流と解することに否定的であるとしている。近年、このようなヨ画ガのインダス文明起源説に終止符を打とうとした宗教人類学者のジェフリー・サミュエルは、このような異物から、インダス文明の人々の宗教的実践が、どのようなものであったかを知る手がかりは、ほとんどないとし、現代に行われている、ヨ画ガ実践を見る目で、過去の異物を見ているのであり、 考古学的な遺物の中に過去の行法実践を読み解くことはできないとしており、具体的証拠に全く欠ける研究の難しさを物語っている。カイバル峠詳細は、ベーラを参照インドアーリア人は、紀元前1500年前後に、現在のアフガニスタンバクトリアから北西インドに移住したと考えられているが、インドの伝承では移動に関して何も記していない。 リグベーダによれば、その後、バラタ族、トリツ族など諸部族の間で戦争が勃発した。バラタ族の社会は、いくつかの部族集団によって構成されていた。部族を率いた者を、ラージャンと称し、ラージャンの統制下で戦争などが遂行された。ラージャンの地位は世襲されることが多かったが、部族の構成員からの指示を前提としており、 その権力は先制的なものではなかったとされる。バラタ族は軍事力において先住民を圧倒する一方で先住民から農耕文化の諸技術を学んだ。こうして前期ベーダ時代後半には牧畜生活から農耕生活への移行が進んでいった。またバラタ族と先住民族のプール族の根血も進んでいった。リグベーダにおいて 先住民に由来する発音が用いられていることも、こうした裏付けになっている。彼らの神々への参加と彩色をまとめたものが、ベーダである。主催者バラモンが、ベーダの神々を祭り、ここに、ベーダの宗教が、初期バラモン教として、インド化していった。紀元前12世紀頃に編纂された、リグベーダなどのベーダの時代には、ヨーガやその動詞系の、ユジュといった単語が、 よく登場するが、これは、結合する、家畜をつなぐといった植物的な意味で、業法としてのヨーガを指す要例はない。比較宗教学者のマッソン・ウールセルは、ベーダには、ヨーガはなく、ヨーガには、ベーダはないと述べている。16大国、編集16大国の一詳細は、16大国を参照紀元前千年頃より、バラタ族は、ガンジスガー流域へと移動した。 そして、この地に定着して本格的な農耕社会を形成した。農耕技術の発展と余剰生産物の発生に伴い、徐々に商工業の発展も見られるようになり、諸勢力が台頭して16大国が攻防を繰り広げる時代へと突入した。マハーバーラタによると、紀元前950年頃に、クル族の子孫であるカウラバ王家が内部分裂し、 クルクシェートラの戦いでパンチャーラ国に敗北して衰退していった。こうした中で最始階級であるバラモンがその絶対的地位を失い戦争や商工業に深く関わるクシャトリアバイ社の社会的な地位上昇がもたらされた。16大国のうち、とりわけマガダ国とコーサラ国が二大勢力として強制であった。十六大国の一つに数えられたガンダーラは 紀元前6世紀後半に、アケメネス朝のダレイオス一世のインド遠征によって支配されるようになり、他のインドの国々から切り離され、アフガニスタンの歴史を歩み始めることになった。ウパニシャット哲学と新宗教、編集詳細は、ウパニシャット、仏教、ジャイナ教、数軸時代、および、六種下道を参照紀元前5世紀になると、四大ベーダが完成し、 バラモン教が宗教として完成した。ガンジス川流域で諸国の構想が続く中で、バラモンが凋落すると、それに代わりクシャトリアやバイシャが勢力を伸ばすようになった。こうした変化を背景に、ウパニシャット哲学が起こり、その影響下に、マハービーラによって、ジャイナ教が、マッカリゴーサーラによって、アージービカ教が、シャカによって、 初期仏教がそれぞれ創始され当時のインド次第宗教はほぼ同時期に揃って誕生し、六四下道とも呼称された自由思想家たちが活躍した。ウパニシャットの時代では単語としてのヨーガが見出される最も古い書物は、紀元前500年、紀元前400年のコウパニシャット初期に成立したタイティリーアウパニシャットである。この書ではヨーガという語は、 ヨーガアートマーという複合語として記述されているが、そのヨーガの意味は不明であるという。紀元前350年紀元前300年頃に成立したのではないかとされる中期ウパニシャットのカタウパニシャットにはヨーガの最古の説明が見出せる。詳細は、アケムネス朝、グレコブッディズム、アレクサンドロス三世、ナンダ朝、ガンガリ大、グレコバクトリア王国。 インドグリーク朝及びマルロイ戦役を参照期限前330年頃にはインド北西部にマケドニア王国のアレクサンドロス三世が進出していた。詳細はマウリア朝参照マガダ国とコウサラ国の構想は最終的にマガダ国がコウサラ国を撃破することで決着した。紀元前4世紀後半、ナンダーサ、マガダ国をチャンドラグプタが打倒し、 インド初の統一王朝であるマウリア朝、マガダ国が成立した。王位を息子のビンドゥサーラに譲ったチャンドラグプタはジャイナ教徒になったと言われている。紀元前3世紀のアショーカ王の時代にマウリア朝は最盛期を迎えた。南端部を除くインドは大陸の全域を支配し、ダルマに基づく政治がなされ、官僚制が整備され、また、 俗修正を導入するなど中央集権的な統治体制が形成され、旗やローマ帝国と並ぶ古代帝国が築き上げられた。しかし、アショーカ王の死後より弱体化が進み、紀元前2世紀後半に滅亡した。その後、西暦4世紀にグップタ朝が成立するまでの数百年、北インドは混乱の時代を迎えることとなった。ガンダーラの仏闘詳細は、クシャーナ朝よび、 ガンダーラを参照マウリア朝の滅亡後、中央アジアの大月市から自立したクシャーナ朝が一世紀後半インダス川流域に進出し、プルシャプラオトとして二世紀のカニシカ王の下で最盛期を迎えた。この王朝は中国とペルシア、ローマを結ぶ内陸の幼稚を抑えており、文明の十字路としての役割を果たした。この頃、仏教文化とギリシア美術が結びつき、 ガンダーラ美術が成立した。クシャーナ朝は3世紀にサーサーアンアサペルシアのシャープール一世による遠征を受けて衰退し滅亡へと至った。詳細はサータバーハナ朝を参照2世紀になると南インドではデカ、南インドではローマ帝国時代の金貨が大量に出土しており当時の交易が極めて活発だったことを裏付けている。インドからは 綿織物や胡椒が輸出された。この頃はまた、北インドのバラモン文化が、南インドにもたらされ、仏教が広がっていった時期でもあった。なお、エジプトのギリシア系商人が表した、エルトゥーラー海案内記は、当時の季節風貿易の様子を知る貴重な資料とされている。頭上に、ナーガをいただくナーガールジュナマトゥラー湿度の、 呂牧菩薩像詳細は、大乗仏教を参照マウリア朝の崩壊から、グプタ朝の成立までの時期の北インドは、政治的には混乱していたが、文化的には、仏教やバラモン教の教義が発展し、優れた彫刻の生まれた時期でもあった。西暦1世紀初めには、大乗仏教が起こり、2世紀にはナーガールジュナが、現代の大乗仏教は、 アフガニスタンから中央アジアを経由して中国、朝鮮半島、日本へ伝播した。また、ベーダの宗教であるバラモン教と民間の土俗信仰とが盛んに混交し、ヒンドゥー教のもとが形成された。仏像彫刻では、常実のガンダーラのほか、マプラーではインド様式による制作がなされるようになった。ヨーガ及び、 ヨ画ガ学派も参照パタンジャリーの典型的な像を起源後4から5世紀頃にはヨ画ガスートラが編纂された。この社の成立を起源後3世紀以前に遡らせることは文献学的な証拠から困難であるという。ヨ画ガスートラの思想は仏教思想からの影響や刺激も大きく受けている。国内外のヨガ研究者や実践者の中にはこのヨガスートラをヨガの 基本経典であるとするものがあるが、ヨーガの歴史を研究したマーク・シングルトンは、このような理解に注意を促している。ヨーガスートラは、当時数多くあった、修行書の一つに過ぎないのであって、必ずしもヨーガに関する、唯一の、聖典のような種類のものではないからである。サン記やヨーガの思想を伝えるためのテキストや経典は、同じ時期に、多くの支派の資家の手で作られており、 その中でたまたま今日に伝えられているのがヨーガスートラである。ヨーガスートラはヨーロッパ人研究者の知見に影響を受けながら20世紀になって英語圏のヨーガ実践者たちによってまたビベーカーナンダや HP ブラバツキーなどの近代ヨーガの推進者たちによって基本協定としての権威を与えられていった。ヨーガ学派の世界観、刑事情学は大部分を サーアンキア学派に依拠しているが、ヨーガ学派では最高神、イーシュバラの存在を認める点が異なっている。内容としては主に感想法によるヨーガ、性的なヨーガであり、それゆえ、ラージャヨーガ、イコールを、ヨーガと呼ばれている。ヨーガスートラは、現代のヨーガへの理解に、多大な影響を与えている。マハーバーラタより、クルクシェートラの戦い詳細は、マハーバーラタ、 ラーマーヤナ、マヌ法典、および、ヤージュニャバルキア法典を参照この時期はまた、マハーバーラタと、ラーマーヤナのインドに大女子誌が形作られた時代でも、あった。マハーバーラタは、史上最大の規模を持つ壮大な女子誌であり、共に、後世のインドのみならず東南アジアにも広がって、多大な影響を与えた。ここでは、ーダの神々への信仰は衰え、シビシュヌ、 クリシュナなどの神々が称えられている。ダルマシャーストラで最も重要なものと、現代のインド人の生活のみならず、その精神にまで深く根ざしており、その影響力は計り知れない。これもまた、ヤージュニャバルキア法典と並んで、東南アジア世界に大きな影響を及ぼした。アジャンターセックス寺院の壁画詳細は、グップタ朝三章4世紀前半。 グップタ朝がパータリプトラを都として成立し、4世紀後半から5世紀にかけて北インドを統一した。チャンドラグップタ2世の時代に最盛期を迎え、官僚制度、軍事制度が整理され、サンスクリットが公用語に定められた。4世紀から5世紀にかけてのこの時代は、インド古典文化の黄金時代とされる。宮廷詩人のカーリーダーサが、擬曲、シャクンタラーや、 メーガ・ドゥータなどの作品を残した。また、バラモン教と民間信仰が結びついた形で、ヒンドゥー教がこの時代に確立され、民衆に広まった。上述下に大女子,子やヒンドゥーに大法典が広く普及したのもグプタ朝の時代である。一方、仏教教団も勢力を保ち、アジャンターセックス寺院やエローラセックス寺院などにおいて優れた。 仏教美術が生み出された。また、5世紀には、ナーランダ僧院が建てられ、インドは元より東南アジアやチベットなどの各地から多数の学僧を集めて、経典研究が進められた。医学、天文学、数学なども発展した。ゼロを発見したのも古代インド人だと言われている。グプタ城は5世紀以降、 白い粉族と呼ばれたエフタルの中央アジアからの侵入に悩まされ、6世紀半ばには滅亡へと追い込まれた。貴族や都市民の寄進などによって成り立っていた仏教教団は、グプタ朝の弱体化、文献化に伴って、その保護者を失っていった。ナーランダソーインアトショーハルシャオは仏教とヒンドゥー教を保護し、地方有力者には領土を封ずる形での統治を、 推進し、また、カナウジは、その後北インドの政治の中心となって発展した。ハルシャ王の時代、闘争の現状がインドに訪れ、ナーランダ僧院で、経典研究にいそしみ、多数の仏典を持ち帰ってその後の漢訳仏教の基礎が固められた。バルダナーサは、ハルシャ王一代で画界し、これらの古代王朝の後、7世紀半ば以降は、ラージュプートの小王朝が分立して、 北インドは再び分裂した。議場が訪れたのも分裂時代のインドであった。ラージプートは中央アジア方面から北西インドに侵入した移民族の子孫だと言われている。彼らは軍事的に優れ各地を支配し、その下に大小領主層がいて地主や農民を支配した。プラティハーラーサがその中で最大のもので、 イスラム勢力の侵入を11世紀初頭まで食い止めたことで知られる。また、10世紀から12世紀頃にかけてチャンデイラーサの歴代君主は世界遺産にもなっているカジュラー法の寺院群を建設した。こうした中で、職能集団が形成され、それぞれ世襲化されるようになり、今日のカーストにつながるジャーティと呼ばれる集団単位が成立していったとみられる。 マハーバリプラムの石堀寺院、7世紀詳細は、前期、チャールキア朝、パッラバ朝、ラーシュトラクータ朝、チョーラ朝、エローラセックツ群、および、パッタダカルを三勝武勇を誇った、ハルシャ王も、デカン高原を本拠とする、チャールキア朝にだけは、敗れ、南インド進出は阻まれた。6世紀から8世紀にかけての前期チャールキア朝には、7世紀の、 プラケシン2世や8世紀のビクラマーディティア2世などの君主が現れ、特にヒンドゥー教建築の流星は顕著で、チャールキアーサのさらに南にあってそれと対峙したタミル人王朝パラバ朝の建築は高水準を誇った。パラバ朝時代の建築としては、マハアバリプラムの建造物群が著名で、その技術はビクラマーディティア2世によってチャールキアーサに伝えられ、首都バーダーミア、 大寒のと、パッタダカルに、数多くの寺院建築を生んだ。前期チャールキアーサは、風神の一人であったダンティドールガに王位を追われ、滅亡、ダンティドールガは、ラーシュトラクーターサを創始し、プラケ新二世の弟から別れた東チャールキアアサと対峙した。ダンティドールガには、子がなかったため、叔父のクリシュナ一世が次エローラセックス軍のカイラーサナータ人を建設した。一方、 パンラバ朝も、さらに南方にあったパーンディア朝と抗争し、台頭するチョーラ家などとも合唱連行を繰り返したが、最終的にはビジャヤラーや創始のチョーラ朝によって滅ぼされた。詳細はガズナ朝及びゴール朝を参照10世紀後半、中央アジアにあったイラン系王朝サーマーン朝のトゥルク、ケーマムルークであったアルプテギーンがアフガニスタンで自立して、 ガズナーサを立て、しばしば北、インドへ侵入して、パンジャーブを領有した。ガズナーサに代わり台頭した、イラン系のゴールアサも北、インドに進出し、この地の統治を図って、北インドのラージプート諸王国の連合軍と対峙した。連合軍は、内部の結束が整わず、大敗した。クトブミナール詳細は、デリー・スルターン長を、参照一方。 ゴールアサのマムルークであった愛惑は、ゴールアサの軍と共に、北、インドに留まり、1206年に、デリーに塔を置いて、奴隷王朝を建てて自立した。これより、約300年間、デリーを塔と,とした、ムスリムゴ王朝が攻防を繰り広げた。この時代を、デリースルターンアサと称する。デリースルターンアサのゴ王朝、すなわち、奴隷王朝、ハルジーアサ、トゥグルクアサ、 サイード・アサ、ローディ・アサの君主はいずれもスルターンの称号を用い、デリーに遠いたため、デリー・スルターン・アサと総称される。王朝は北、インドを相次いで支配し、特に14世紀初頭のハルジー朝のアラー・ウッディン・ハルジーと14世紀前半のトゥグルク朝のムハンマド・ビィン・トゥグルクの地勢には、デカン、南インド遠征を行い、一時は全インドを統一するほどの勢いを誇った。 最後のローディアサノミ、アフガン系であるが、他はいずれもトルコ系である。こうした中、ティムール軍が1398年にデリーに侵入している。この時代の北、インドでは、インド在来の社会組織を利用して統治する、現実的な方法が取られ、イスラームへの改修が強制されることはなかったが、イスラーム神秘主義者数フィーの活動などもあって、都市を中心に徐々に、 イスラームが普及していった。詳細は、チョーラ朝及びパーンディア朝を参照一方で、南インドでは、10世紀後半頃から、タミル系のヒンドゥー王国チョーラ朝が、インド洋貿易で繁栄した。11世紀前半には、商業上の派遣をめぐって、東南アジアのシュリービジャや王国まで遠征を、観光した。チョーラ朝は12世紀末に再建された。 パーンディア朝によって13世紀後半に滅ぼされた。ハタヨーガも、参照12世紀から13世紀には、タントラ的な身体感を基礎として、動的なヨーガが出現した。これは、ハタヨーガと呼ばれている。内容としては、陰象や調技法などを重視し、超能力や三枚を追求する傾向もある。経典としては、ハタヨーガプラディーピカー、ゲーランダサンヒター、 シバサンヒターがある。ビベイカーナンダ他に、後期ヨーガの流派としては、古典ヨーガの流れをくむラージャヨーガ、社会生活を通じて、下脱を目指すカルマヨーガ、人格神への献身を説くバクティヨーガ、哲学的なジュニアーナヨーガがあるとされる。後三者は19世紀末に、ビベイカーナンダによって、バガバットギーターの3つのヨーガとして提示された。 ヨーガの歴史的研究を行ったマーク・シングルトンによれば、近代インドの傾向において、旗ヨーガは望ましくない、危険なものとして避けられてきたという。ビベイカー・ナンダや、シュリオー・ロビンド、ラマナ・マハルシラ近代の聖者である指導者たちは、ラージャヨーガや、パクティヨーガ、ジュニアーナヨーガなどのみを語っていて、高度に精神的な働きや鍛錬のことだけを対象としており、 ハタヨーガは危険か潜伏なものとして扱われた。1、ヨーロッパの人々は、現在では、ラージャヨーガと呼ばれる古典ヨーガや、ベーダンタなどの思想には、東洋の深淵な地の体系として高い評価を与えたが、業法としてのヨーガとヨーガ行者には不信の目を向けた。それは、17世紀以降インドを訪れた、欧州の人々が遭遇した現実のハタヨーガの行者、等が不潔と、 奇妙な、振る舞い、悪しき行為、時には、暴力的な行為に及んだことなどが要因であるという。二。反比のビルーパーク社寺院詳細は、ビジャヤナガル町を参照その後、一時、北インドのデリー・スルターン・アサの勢力が難化し、南インドの王朝は次々と滅ぼされたが、1336年ハリハラと、物価の兄弟がビジャヤナガルにとに、トゥグルク・アサから独立した。これ以降、 14世紀前半から17世紀半ばにかけてサンガマーサ、サールバーサ、トゥルバーサ、アーラビールアサと4つのヒンドゥ王朝が繁栄し、これを総称してビジャヤ・ナガル王国と呼んでいる。ここでは北インドとは対照的にヒンドゥ文化の流星と乱熟が見られた。藩比の都市遺跡などが当時の繁栄ぶりを今日に伝えている。ビジャヤ・ナガル王国は トゥルバーサのクリシュナデーバラーヤの治世に最盛期を迎えたが、その死後、1565年、ターリコータの戦いで、ムスリム語王国に敗れ、衰退の道へと向かった。しかし、アーラビードゥアサのベンカダ二世は、同国最後の名君であり、外敵と戦い、国の領土と勢力回復に尽力したが、1614年彼の死後に王国は瓦解した。 北インドのイスラーム支配は14世紀には、デカン高原にも及び、1347年、トゥグルク朝の進化であった、地方長官が自立し、バフマニー朝を建国して、ムスリム政権を成立させた。その後、バフマニー朝は2世紀近く存続した後1527年に、滅び、その領土には、ベラール王国、ビーダル王国、アフマドナガル王国、ビジャープル王国、 ゴール混んだ王国の5つの王国が拡挙する形となり、これらはデカンスルターンアサと呼ばれる。デカンスルターンアサは当初互いに他国と領土を争い、南のビジャヤやナガル王国もこれらに関与したが、やがてゴ王国は同盟を結んで、1565年、ターリコータの戦いで、連合軍はビジャヤやナガル王国の軍を破った。しかし、その後は再び争うようになり、 ベラール王国、ビーダル王国は他国に滅ぼされ、アフマドナガル王国、ビジャープル王国、ゴール・コンダ王国は、ムガル帝国に滅ぼされた。アムリトサルの黄金寺院詳細は、祝教、参照やがてきた、インドでは、都市と商工業が発展し、ムスリム商人の活発な活動とスーフィー信仰の修行者による不教とが相まって、イスラーム教が、インド各地に広がっていた。 イスラームの平等主義的な一神教の考え方に影響されて、ヒンドゥー教の中でも15世紀頃から北、インドを中心にバクティ信仰が広まった。身分の低い人々の間でイスラームに改修する人も増えた。やがて、ヒンドゥー教とイスラーム教の違いを超えた普遍的な神の存在を主張する人々が現れ、その流れを汲むグルナークナによって、祝教が創始された。 1498年には、バスコダガマがカリカットへ来訪したことを契機に、ポルトガル海上帝国も沿岸部に拠点を築いた。ゴアは1510年以降、インドにおける、ポルトガルの拠点として東洋におけるキリスト教不教の中心となった。しかし、1580年スペインをフェリペ2世により、ポルトガルはスペインに並行され、その海上の覇権と領土はスペインに継承された。 タージマハル詳細は、ムガル帝国を参照1526年から1858年までの332年間は、バーブル以来の王朝が統治するムガル帝国の時代であった。詳細は、バーブル、アクバル、およびシャージャハーンを参照16世紀、中央アジアでティムール帝国が滅亡すると、ティムールの一族であるバーブルが北、インドへ南下し、 最後のデリーするターンアサであるローディ朝アサの君主イブラーヒームローディをパーニーパットの戦いで破ってデリー入場を果たしムガル帝国を樹立したその孫にあたる三大皇帝のアクバルはアフガニスタンから北インドにかけての広大な領域を支配してアーグラに統一しアンベール王国の君主でヒンドゥー教徒のビハリーマルの娘と結婚し イスラームヒンドゥー領教徒との融和を図るために、ヒンドゥー教徒への人頭税を廃止するとともに、ザプト制という定額地素制度を導入して、帝国財政を安定させ、マンサブダーリー制を確立させて、統治機構の整備にも努めた。アクバル地下のインド社会は安定し、ヨーロッパ諸国との交易も活発に行われた。17世紀前半の古代、シャージャハーンの時代に、 帝国は最も繁栄し、ムガル文化は最盛期を迎え、アフマドナガル王国を滅ぼしその支配領域はデカン方面にも及んだ。デリーに再戦とされ、首都デリーには巨城デリー城、キュートとなったアグラには亡き妻のレイビョータージマハルが建設された。文化的には、宮廷でペルシア色の強いインドイスラーム文化が発展した。当時のムガル絵画は、 イランのミニアチュールの影響が見られるほか、宮廷内ではもっぱら、ペルシア語が使用され、ムガル帝国の代表的建築であるタージマハルもイラン系技術者が多く関わっていた。ヒンディー語文法にペルシア語、アラビア語の単語を取り入れたウルデュー語が成立したのも、この時代であった。詳細は、アウラングゼーブ及びマラウター王国を参照17世紀後半になると、六大皇帝の アウラングゼーブは、従来の宗教的寛容策を改めて厳格な、イスラーム教寸な派に基づく統治を行い、ジズヤを復活したために、ヒンドゥー教徒の支持を失い、デカン高原のマラーター族も、シバージーを中心に1674年に、マラーター王国を形成したのをはじめ、各地で反乱が勃発した。アウラングゼーブは、シバージーの死後、デカン地方に大軍をもって南下した。 彼は、ビジャープリ王国、ゴール・コンダ王国を滅ぼし、マラーター王国を南に押し返し、その島でに、ムガル帝国の最大領土を獲得した。だが、1707年に、アウラング・ゼーブが死ぬと、その悪性の結果、帝国は衰退に向かった。帝国は混乱し、ことに1719年は何人もの皇帝が入れ替わり、政治的混乱の極みに達した。 1708年、マラーター王国がマラーター同盟として再建され、1737年には王国最小バージー・ラーオに率いられた軍勢がデリーを攻撃するまで勢力を拡大した。マドラスのセント・ジョージ要塞詳細は、イギリス東インド会社及びオランダ東インド会社を参照17世紀、スペイン・ポルトガルの没落に伴い、 アジア海域世界への進出をイギリスとオランダが推進した。1612年にはオランダ東インド会社がチェン内の北プ1639年、イギリス東インド会社はチェン内の領主であったバンダバーシの知事からプリカットとポルトガルの根拠地産都名要塞の中間に当たるチェン内の地を取得し、その地をマドラスと称して1640年には セントジョージ要塞を建設した。一方のオランダは1651年にポルトガル領コロンボを支配1663年にはインド南部の高ンに進出した。プラッシーの戦い詳細は第二次百年戦争を参照インド産のテオリメンプがヨーロッパに持ち込まれると大流行となり、各国は対インド貿易を重視したが、その過程で3次にわたる、 英乱戦争が勃発、オランダは北米大陸と共にインドでも根拠地を失っていった。イギリスはマドラスに続き、1661年ボンベー、1690年カルカッタを獲得。一方、フランスも徐々にインド進出を図り、コルベールがフランス東インド会社を再建、1673年シャンデルナゴル、1674年、 ポンディシェリーを獲得した。利害が対立した。英仏両国は18世紀になると、新大陸と同様に、インドでも構想を続け、1757年、ベンガル地方のプラッシーにおいて、ロバート・クライブ率いるイギリス東インド会社が、ベンガル大使軍とフランス東インド会社の連合軍を打ち破り、植民地抗争におけるイギリス派遣が確立した。 大英戦争に一生を費やし、マイソールの虎と恐れられたティプーするターン詳細は、マイソール戦争を、参照18世紀後半、7年戦争の奇数を、定めた1763年のパリ条約によって、フランス勢力をインドから駆逐すると、1765年に、ベンガル地方の朝税権を獲得したことを皮切りに、イギリス東インド会社主導の植民地化が進み、マイソール戦争、 マラウター戦争、祝戦争などを経て、インド支配を確立した。1813年より、イギリスの対インド貿易が自由化されたことで、産業革命をすでに成し遂げていたイギリスから、機械製麺織物がインドへ流入。インドの伝統的な綿織物産業は打撃を受け徐々に衰退していく。しかし、19世紀半ばになりジャムシェトジータタによって、 近代的な面業がインドでも勃興し始める。資本金100万ルーピーでボンベイにスワデシミルを設立。この会社は従来のインドの機械製面工業が国内市場向けの低級面布と中国市場向けの面紙の生産に特化してきた慣例を打破し、イギリスが独占的に手掛けてきた上級面布の生産にインド人経営企業として初めて参入した点で、 画期的であった。さらに、1793年のザミインダーリー制、19世紀、前半のライアトワーリー制などの近代的な、地税制度を導入したことも、インド民衆を困窮させた。19世紀に入ると、イギリス東インド会社は、茶、アヘン、インディゴなどのプランテーションを拡大させ、インドや中国と独占貿易を行った。 イギリス東インド会社活動停止後の19世紀後半には、灌外事業よりも、鉄道建設事業を最優先とした。当初これらは、産地と港湾を結ぶためのものが多く、軌道の幅もまちまちで欠損が多かった。開発資金として、インド帝国の税収やロンドン市場の鉄道交際を元に投資されたが、これから得られる利益の多くは、イギリス本国に流出した。 詳細は、イギリス領インド帝国を参照八百五十八年から九百四十七年まで、イギリスによる植民地化からインドパキスタン分離独立までの八十九年間は、イギリス人総督を基軸とするイギリス領インド帝国の時代である。インドのジャンヌダルクラクシュミーバーイー詳細は、インド大反乱を参照こうしたインドの困窮化と経済的充足化に対し、 イギリス支配に対する不満は各地で高まり、1857年、デリーに近いメイラとの兵営で、シッパーヒーが放棄すると、それは全インドに広がるインド大反乱となった。徹底的な鎮圧を図ったイギリスは、翌年にムガル皇帝を廃し、東インド会社が持っていた統治権を譲り受け、インド総督を派遣して、直接統治下に置いた。1877年には、 イギリス女王ビクトリアがインド女帝を兼任するイギリス領インド帝国が成立した。インド帝国は直轄領と半王国からなっていた。詳細はインド国民会議を参照イギリスはインド統治に際して分割統治の手法を取った。インド人知識人層を懐柔するため1885年には諮問機関としてインド国民会議を設けた。 国民会議は当初、年末の4日間ほど活動するものであったが、やがて、インド人の地位向上を目指す、政治運動を開始した。国民会議派の中心を占めたのは、ヒンドゥー教徒の知識人、管理、地主など、比較的恵まれた階層の人々が多く、その主張や活動は、恩恵なものであった。彼らは、サティーなど古い飲酒を廃止して、 インドの近代化を推進しようとした。そのため、イギリスも円滑な統治の安全弁として、これを活用した。全インドムスリム連盟初代総裁アーガーハーム参世総裁は、全インドムスリム連盟を参照しかし、民族資本化の形成に伴い繁栄強硬派が、台頭したこと、1905年の日露戦争における、日本の勝利、同年のベンガル分割令への行き通りなどから、 繁栄機運が一層強まり、インド国民会議派は、急進的な民族主義政党へ変貌していった。特に、ベンガル分割令は過激な民族運動を引き起こし、1906年のカルカッタ大会では、ボイコット、スワラージ、スワデーシー、民族教育の急進的な4大綱領が採択された。こうした中、イギリスは独立運動の宗教的分断を図り、 神栄的組織として全員のムスリム連盟を発足させた。ムスリム連盟は人口でヒンドゥー教徒に対し列位にあるイスラーム教徒の政治力が国民会議派の運動によってさらに弱まると考えて分割指示に回った。しかし結局1911年には分割令は撤回された。ローラット法とアムリットサル事件編集詳細はローラット法及び アムリットセル事件を参照1907年に多々鉄鋼が起こり国内産業は発展し工業大国化に至るしかし第一次スワラージ運動に橋を発し財政自主権獲得の要求が高まっていく第一次世界大戦に際してイギリス本国は英領インド帝国から2個師団百万人以上の兵力を西部戦線に動員し食料をはじめ軍事物資や 戦費の一部も負担させた。この頃から、英領インド帝国の植民地的財政負担は、頂点に達し財政状態は急迫した。1919年、インド統治法によって財政改革を行い、植民地制度の下で、部分的地方自治制は承認される。しかし、州政府は、財政困難に陥り、第二次スワラーチ運動が起きる。 それはまたウッド・ローエルソンらの唱えた民族自決の理念の高まりにも影響を受けて繁栄構想に発展した。イギリスはこれに対し、1919年3月に出版物の検閲、令状なしの逮捕、裁判なしの投獄を認めるローラット法を制定して繁栄構想の弾圧を強化した。同年4月、この法に対する抗議のため集まった。 非武装のインド人に対して、グル家族からなる、インド軍治安部隊が無差別射撃する、アムリットセル事件が起き、独立運動は、新しい段階に入った。ガンディの登場、編集詳細は、マハトマ・ガンディを参照マハトマ・ガンディの登場は、今まで知識人主導であった、インドの民族運動を、幅広く大衆運動にまで進化させた。 ガンディによって1919 19年4月に寄り始められた非暴力、不服従の運動は、イギリスのインド支配を今まで以上に動揺させた。数百万の人々がデモや集会に参加し、多くの地方では商店も店を閉じ、交通機関も止まった。ガンディは、サティー・ヤグラハ運動を指導し、インドの各階層の人々を、イギリス製品排斥や地税不払いなど多様な、 繁栄運動に組み入れていった。他方、全インドムスリム連盟は、同じイスラーム国家であるオスマン帝国との関係を強化しながら、繁栄闘争を行った。プールナスワラージと塩の更新、編集塩の更新詳細は、塩の更新を、参照1929年、ラホールで開かれた国民会議派大会では、ガンディやネルーの指導の下プールナスワラージを決議され、 その後も粘り強く繁栄、独立運動が展開された。1930年3月、ガンディは塩の更新を開始した。イギリスは塩を1000倍とし、貧しいインド民衆からも搾取していた。塩の更新は、それに対する抗議であり、海水から塩を作ることを繁栄独立運動のシンボルとして、アフマダーバードからダンディの海岸までの360。 キロメートルを29日かけて更新したものである。このような第二次非暴力、不服従運動に対し、イギリスは民族運動の指導者を永遠円卓会議に招いて、怪獣を図ったが、成功しなかった。1935年、イギリスは新インド統治法を発布し、各州の自治拡大を認めた。その後、国民会議派と全インドムスリム連盟との対立は、 深まった。チャンドラボースとインド国民軍編集詳細はスバスチャンドラボース及びインド国民軍を参照第二次世界大戦では国民会議派から決立した旧新派のチャンドラボースが日本の援助によってインド国民軍を結成し独立を目指す動きも生まれた。インド国民軍は日本軍が百四十二年に英領マラヤやシンガポールを占領した後 捕虜となった英印軍将兵の中から志願者を募ったのが始まりであった。エリック・ホブズ・ボームはインドの独立をガンジー・ネリューラの国民会議派による独立運動よりも日本軍とチャンドラ・ボースが率いるインド国民軍が共同して英国領インドへ侵攻したインパール作戦によってもたらされたとしている。また日本に亡命していた、A、AM。 ナイルやラース・ビハーリー・ボースら独立運動家の存在もあり、イギリスに代わってインドを占領した日本軍はインド人を低調に扱ったという。ハタヨーガ現代のハタヨーガも参照19世紀後半から20世紀前半に発達した西洋の身体鍛錬運動に由来する様々なポーズがインド独自のものとしてハタヨーガの名によって体系化され、このヨーガ体操が 近現代のヨーガのベースとなった。現在、世界中に普及しているヨーガは、この新しい、現代の旗ヨーガである。現代ヨーガの立役者の一人であるティルマライ、クリッシュナマチャーリアヤも、西洋式体操を取り入れて、旗ヨーガの技法としてアレンジした。3. インド伝統のエクササイズと喧伝されることで、アーサナが中心となった旗ヨーガの名前が、近現代に復権することになった。 2016年ユネスコが推進する無形文化遺産にインド申請枠で登録された。詳細は第二次世界大戦後のインドを参照インドは第二次世界大戦終結の2年後の1947年に立憲君主制のインド連邦として独立した。1950年に共和制に移行し、以降はインド共和国という独立した共和制国家の時代である。 初代インド首相ネルー1945年9月2日に第二次世界大戦が終わった結果、疲弊したイギリスは植民地を手放す事態に陥った。しかし、インド内のヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の争いは収集されず、1947年8月15日、イスラーム教国家のパキスタンとの分離独立となった。イスラーム教徒との融和を解き、 分離独立に反対したガンディは1948年1月、狂信的なヒンドゥー教徒により暗殺された。初代首相には、ジャワハルラーアルネルーが就任し、政教分離の世俗主義という柱で、国の統一を図った。1950年に、共和制へ移行。1946年12月発足の政権議会が1949年11月26日に、 インド憲法を交付、それを受けて1950年1月26日に施行された。以後この1月26日は共和国記念日として連邦首相が主催し、8月15日は独立記念日として大統領が祝賀する慣例となった。戦後インド憲法に書かれた正式国名の英語表記はインディアンソブリンソシアリストセキュラーデモクラティックリパブリックとなっており、 そこでは、社会主義共和国が施行されている。戦後インド憲法では、カーストによる差別も否定された。憲法全文では、インド国民が主権を持つ、民主共和国を実現する決意を明らかにし、公民すべてが、社会的、経済的、政治的な正義、思想、表現、信条、信仰、崇拝の自由、地位、機会の平等を確保し、 個人の尊厳と国家の統一をもたらす友愛を促進することを規定している。詳細は平和を原則及び非同盟を参照ネルーはご可燃計画による重工業化を推進し、対外的には冷戦下にあっても両陣営に属さない非同盟の立場を取った。ネルーは1954年中華人民共和国の周恩来との間で領土、主権の相互尊重、 相互不可侵、相互内政不干渉、平等語系、平和共存からなる平和語原則をまとめた。こうして、ネルー以後、冷戦時代のインドは、アメリカ型政治体制にも共産党体制も取らない、中立非同盟諸国化の中心となった。また、冷戦下のインドでは、長期にわたってインド国民会議派が政権を担った。詳細は、インパ戦争及び、 中印国境紛争を参照パキスタンとの対立は、その後も続き、カシミール問題をめぐって第一次インパ戦争と第二次インパ戦争が起こり、東パキスタンを原因として第三次インパ戦争が起こっている。両国の対立は、現在も続いており、1999年には、カシミールのカルギル地区で、パキスタン軍とハインド政府活動家が管理ラインを越えて、 インド軍中東地を占領し、両軍が衝突するカルギル紛争が起こっている。また、中華人民共和国とは、国境の解釈をめぐって1959年から1962年まで、武力衝突が続いたが、人民解放軍が優位に戦闘を進めた。領土問題では、冷戦が終わった現在でも、緊張状態が続いている。 中祖対立によって中華人民共和国が核武装すると国境紛争を抱える戦後インドも1974年に地下核実験を行って核保有を宣言世界で6番目の核保有国となった2006年7月9日核弾頭搭載可能な中距離弾道ミサイルアグニ3の初の発射実験を行った当局は当初発射は成功したとしたが その後上空でミサイル株の切り離しができず、目標落下地点には到達しなかったと発表した。インディラ・ガンディーとニクソンベイ大統領詳細は、インドの歴代首相及びインドの大統領を参照1964年にネルーが死去すると、国民会議派のラール・バハードル・シャーストリーの短期政権を経て、1966年にはネルーの娘、インディラ・ガンディーが、 長期政権を担った。ところが長期にわたって議会の多数派を占めてきた国民会議派は地方政党の台頭によって政権基盤が動揺し1977年の選挙では大敗してジャナタ党に政権を譲った。1980年インディラ・ガンディが政権に会議咲いたが1984年暗殺され後継したインディラの息子。 ラジーブ・ガンディが政権を担った。しかし、彼もまた、辞職後に暗殺されるという悲劇に襲われた。国民会議派の政権は続き、1997年には、不可職民、カースト出身のコチェリル・ラーマン・ナラヤナン大統領が誕生した。1990年代より、ヒンドゥー史上主義の立場を取るインド人民党が、 アタルビハーリー・バージペイーラの指導のもと勢力を伸ばし1998年から2004年まで政権を獲得した。2004年以降は国民会議派で祝教とのマンモハン新政権が続いている。アジア最古の歴史を持つボンベイ、証券取引所詳細はインドの経済及びブリックスを参照1980年代以降、インドでは 緑の革命が進展する一方で農民の経済、格差も一層広がった。しかし、インドは1997年のアジア通貨危機に、際始、中華人民共和国と並びその影響をほとんど受けなかった。従前よりインドは変動相場制を採用しておらず、このことが為替による陶器の拡大、縮小を回避することができたためであった。 21世紀に入ってからのインドの経済発展は、特に目覚ましく、ブラジル、ロシア連邦、中華人民共和国と並んで、ブリックスと称されている。とりわけ IT 関連部門の成長が著しい。ムンバイに所在する、ボンベイ証券取引所は近年、インド株ブームに乗って外国から大量の資金が流入している。その一方では、広大な国土に対するインフラ整備が進んでいない。 ことがしばしば指摘される。2006年8月10日、モンスーンによる洪水の被害者は、東部のグジャラーと南東部のアンドラプラデーシュの2州だけで約1300万人に上る惨事となった。インド人は歴史意識を持たなかったと批判的に語られることがあるが、これは近代的な歴史の叙述、あるいは古代、ギリシアや古代中国に発する歴史記述の伝統とは、 異なった形で、インド人が歴史を語ってきたという事実を述べるに、過ぎない。その最も顕著な例として、プラーナ文献における歴史の語りがある。プラーナ文献は、神話を語る、宗教文献として扱われることが、最も多いが、宗教的な内容に留まらず、人々の暮らしの基範や医学、音楽などに加え、歴史も重要な要素となっている。中でも、 プラーナ文献の一種である、スタラプラーナは、特定の都市や寺院の起源を遡る歴史意識によって編まれた文献群である。その序述は、歴年によって系統を立てられたものではなく、神々の自責や過去の偉人の生涯に関わらせる形で、その文献の主題となる都市や寺院の優勝を正当的に述べることに主眼がある。そのため、インド独特の歴史叙術とも言えるような特徴が、 見られるのである。反対に、近代的な歴史学に直接に資料となり得るものに、碑文がある。最も古いものでは、阿ーカ王碑文が有名であるが、王の即位後の年数や歴年が記されていることが多く、この点でもインド人に歴史意識が欠けていたとは言えないと考えられる。インドの歴史において、最も重要な資料である碑文の他に、貨幣やその異型印象、 石中、岩石、銅板、寺院の壁や床、レンガ、彫刻などに刻まれた国文、7世紀にバーナが表した、ハルシャチャリタに始まる、電気文学や12世紀にカルハナが表した、ラージャタランギニーなどの歴史書、その他の文献、さらにはメガステネース、プトレマイオス、ホッケン、現状などの外国人による記録も、インドの歴史の重要な資料となっている。 ありがとうございます。